マリナさん元気ですか？アリナちゃんにようこそ。アリナちゃんです。そしてぜひ最近推しの子のシーズン2始まりましたので、それも一昨日チェックしてみました。なんか個人的に面白い、続きもめちゃくちゃ気になります。そしてこれは知らないなアーティストですけど、このなんかサウンドトラック歌ってるな、ファタールジェムン、ジェムン、なんか英語でもそれあまりわかんない、どうやって発音するの、ジェムン、ジェムン、ジェム、ジェム、まあとにかくこの推しの子の主題歌のミュージックビデオチェック、アーティストのミュージックビデオチェックしてみましょう。3、2、1、GO。 おお、おお、それデュエットか、それともコラボか。これいいね、いいパート。なんかジュエとかそれコラボレーションかあまりわからない、コラボレーションじゃない、だってファタルジム、おう、これこの部分覚えてる。最後のファタール、ファタール、これ正しい、ファタール、かっこいいね。なんか声前に聞いてた気がするけど、本当かどうかわからない。いいね、これこの部分めちゃくちゃなんか好き説明難しい、なんかこんな感じ、なんかにそうそうになってる、なんかううってな感じ。いいね、本当。こういうダンスか。ハタール、こんな感じ。ジェム、あ、ジェムっていう発音か。あ、よかった、本当によかった。なんかアニメ見た時でも、このアニメだけの長さなんかかっこよくて好き。でもフルで聞くとやっぱり曲のもっと完全な魅力を分かってるので、本当によかった、聞いて皆さんと一緒に。皆さんのコメント待ってます。この曲のことを
初めて、なんか初めてじゃない、私のこの続きのこと嬉しいね、本当にやっとってな感じ。皆さんのこと待ってます。トリシクストもいつもどうぞコメントで残してください。そしてはい、今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。そしてこのアクションよかったらぜひグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いしますね。バイバイ。